ザスリブルです。今回はですね、アニメ1期14話の感想原作との比較やっていきたいと思います。久々に見る方は一緒におさらいしていきましょう。じゃあどんどんいきます。この話でついに出てきました、牛若。日向もこの時初めて牛若を知るんですよね。もう感慨深い。道宮が気合い入れる時、ありがとうっていう時も手の形が残ってましたね、顔に。いや、痛々しい。鵜飼コーチのお店におばあちゃんがみりん買いに来た時、箱を足の上に落として絶叫するシーン足されてましたね。いや、痛々しい。田中の妄想シーンが長めになってましたし、女装した田中も足されてました。これはぜひアニメで見てください。女装した田中も痛々しい。そしてここで山口が、島田さんにジャンフロ教えてほしいとお願いしに行きました。これも感慨深い。インターハイ予選前日を迎えるまでの色々なシーンが足されてました。影山がサインめっちゃ覚えてたり、清子さんが武田先生に何やらお願いしてたり、そして部活動壮行会があったり、そのいろんなシーンがある中で、沢村、道宮、池尻の中学一緒トリオが、別の場所から同じ月を見ているシーンあるんですが、なんか良かったですね。風流。そして先ほど言いました清子さんが武田先生にお願いしてたってやつ、なんと横断幕を洗ってくれてました。この清子さんの行動がなかったら、この横断幕を映したあんなシーンやこんなシーンがなかったと思ったら、ぶわっ。この男どもが泣き出すシーンの描写とか間がめっちゃ面白いので、ぜひアニメをご覧ください。最後、日向が改めて影山に宣戦布告するのですが、それに対して影山が、てことは俺と同じ舞台にいるってことだなって言うんですよ。その後続くセリフが、それが日本のてっぺんでも世界でもって、マジの鳥肌立ちましたこれ。そしてエンディングがスキマスイッチさんのあーイエーになってましたね。この話のエンディング素敵なのでぜひご覧ください。キャラが一人ずつピックアップされてるとことかも必見です。次の話からあーイエーはオープニングになりますね。そして次回15話、復活。いよいよインターハイ予選が始まります。どんなチームと戦うのか、カラスノは勝ち進むことができるのか、お楽しみに。これからも配給動画は金曜考察まとめ、日曜アニメ関連の動画を上げますので、ぜひご覧ください。ということで本日もあざした。